今回はワシントン大学の研究結果などをもとにがんを抑制する食べ物5選について動画で解説していきます。丸太つくがんができる仕組みについてですが、例えば鶏肉、豚肉といった食材を買ってくれば消費炎がありますが、我々人間の体も同じように消費炎がございます。なので毎日細胞をコピーして新しい細胞を作り、古くなった細胞と入れ替える。その結果数ヶ月もすればほとんどの細胞は新しく入れ替わっているわけでございます。ただ1日あたり数千億回もコピーを作る関係上、たまにコピーミスが起こる。このミスってできた細胞が幹細胞でございます。例えば仕事のパソコンで大量の文章をコピペするなんて作業があったとして、お酒に酔っていたり睡眠不足だとコピーミスをちょいちょいしちゃいそうですが、これと同じようにお酒を飲んだり睡眠の質が悪いと体内のコピー作業員のミスが多くなる。そうなると幹細胞の数も増える。その結果幹リスクが増加みたいな理屈で、お酒やタバコ、普段の食事なんかで癌になる確率がかなり変わってくるわけでございます。そして間違って生まれた癌細胞くん、これからどうなるかというと、体内ではしっかり異物として認識されますので、体内の警察、免疫細胞なんかがやってきてとっ捕まり、刑務所に入れられるように退治されたりと、生まれた時から犯罪者扱いのちょっぴりかわいそうな細胞、それが癌細胞でございます。ただ警察が優秀でも捕まっていない犯罪者がいるのと同じで、どうにか生き延びた癌細胞くんは自分の居場所を作ろうと頑張って増殖する。そして最終的にたった一人の犯罪者癌細胞がマヒアバリに大きな組織になると、体内の治安がかなり悪くなり、癌と呼ばれるマヒアが体の至るところに支部を拡大していく。これを癌の転移と言いますが、マヒアが増えまくって全身に広がると、最終的に体と呼ばれる国がうまいこと運営できなくなって、その国は終わりを迎えるみたいなイメージでございます。ちなみに、そんなマフィア組織が根付いた場所によって、大腸がん、肺がん、胃がんと名前が変わったり、他には一箇所に留まる固形がんや、特に拠点を持たない血液のがん、白血病があったりするわけでございます。そして体内でマフィアの塊、癌が見つかると、手術、放射線治療、抗がん剤治療、免疫療法、この4つの方法により治療していくことが一般的かと思いますが、それぞれメリット、デメリットがございます。例えば手術の場合、癌を直接取り除くことができますので、転移していなければ高確率で完治が期待できる。ただその一方で手術の内容によっては臓器の機能が低下したり、胃の3分の2を取り除くみたいな感じで体の一部を失うリスクもございます。他には抗がん剤だと癌細胞だけではなく正常な細胞まで攻撃しますので、強い倦怠感、吐き気、髪が抜けるといった強い副作用がございます。さらに放射線治療はこんな感じで、放射線を文字通り体の外から照射して癌細胞を退治する治療法で、手術や抗がん剤より体への負担が少ないというメリットがありますが、例えば大事な臓器の真横に癌があったりすると使えないというデメリットがございます。そして最後、免疫療法はシンプルに体の免疫力を上げるという方法で、副作用がないのがメリットですが、抗がん剤治療のように即効性がないなんなど一長一短です。なので理想としては普段の生活習慣を整え、免疫力を高めて365日24時間免疫療法状態を維持して、どうしても癌になった場合は現代医療の力を借りて手術や抗がん剤で癌を退治するというのが理想的かと思います。なので免疫力を手軽に上げる方法として、癌リスクを下げる食べ物5選についても解説させていただくと、国立がん研究所が膨大な研究データから癌予防に効果がある食べ物をピラミッド状に並べたデライザードフーズがこんな感じでございまして、癌を予防したければ上の方にある食材を食べればいい。ただこれだけ見せられても困るよねと思いますので、特に上の食材、ニンニク、大豆、キャベツ、人参でどれくらい癌リスクが下がるのかについて論文を用いて解説させていただきます。ちなみになんでこの食材がいいのか、その理由についてはもう見るからに体に良さそうだからがっつり割愛して、
データだけざらっと紹介させていただくと、まずは人参で大腸がんリスク 17% 下がるよと、こちらの研究で発表されているわけでございます。研究内容が5万7053名を平均18年間追跡し調べた結果、1週間あたり2本から4本の人参を食べる人は、人参をほとんど食べない人に比べて大腸がんになる確率が 17% 減ったよと発表。そしてお次、キャベツについてはこんな感じで、胃がんリスク 19% 下がるよと発表しているわけでございます。研究内容が油中野菜の摂取量と胃がんリスクについて調べた研究22件をさらに分析するメタ分析で、なんと論文の中にキャベツに特化して分析したみたいに書かれているキャベツ特化型の研究によると、だいたい 19% も胃がんになる確率変わるよと発表しているわけでございます。そしてお次、大豆についてはこんな感じで、全がんリスク 31% 下がるよと発表しているわけでございます。研究内容が大豆食品の摂取量とがんリスクについて調べた研究52件をさらに分析するメタ分析を行った結果、大豆食品の摂取量が多いグループは少ないグループと比較して全がんリスクが 31% 減ったよと発表。そして最後、ニンニクについてはこんな感じで、がんリスクが 54% 下がるよと発表しているわけでございます。研究内容がニンニクの摂取量とがんリスクについて調べた研究26件をさらに分析するメタ分析を行った結果、ニンニクをよく食べる人はそうでない人に比べて食道がんのリスク 54% 低下、胃がんのリスク 50% 低下、前立腺がんのリスクは 53% 低下するみたいよと発表されているわけでございます。以上、一旦まとめると、人参 17%、キャベツ 19%、大豆 31%、ニンニク 54% と先ほどのピラミッドに比例した結果になっておりましたので、このピラミッドを携えて体内のがん細胞を退治してやりましょうと、そういうわけでございます。そして最後、香り種を置いと、がんを抑制するためのココミがよもぎでございます。よもぎといえば団子で食べるくらいのイメージしかありませんが、実は古くから切り傷や食あたり、下痢止めなどの薬として使われた由緒正しき薬草、それがよもぎでございます。そしてそんなよもぎから抽出したアルテミシニンをベースとした化合物のがん抑制効果がすごいよと、こちらの研究で発表されているわけでございます。ちなみにこの研究の筆頭筆者はワシントン大学の科学教授佐々木富勝先生と、多分日本人。そんな佐々木先生によると、現在利用可能な化学療法のほとんどは毒性が強く、がん細胞5個から10個を殺すことに正常細胞1個が破壊される、そのため副作用が悲惨というデメリットがありました。ただ今回見つかった化合物は、健康な細胞1個につき1万2000個のがん細胞を殺すことができるため、副作用が最小限の薬にできる可能性があってすごいよとコメントされているわけでございます。そもそもヨモギから抽出したアルテミシニンは、それ自体で正常細胞に比べてがん細胞を殺す能力が約100倍高い。そんなアルテミシニンにひとひねり加えると、通常の同族細胞に比べてがん細胞を殺す効果が3万4000倍高かったよと、こちらの論文でも解説されていて注目されているみたいな感じで、これが本当にお薬になればがんに悩む必要なくなるんじゃないなと思うほどのスペックでございました。ちなみにこのヨモギの成分アルテミシニンは、すでにマラリアの治療薬として広く使用されている、そんな実績がございまして、世界で最も人間を殺している生物蚊、この蚊に刺されてマラリアになり亡くなってしまう人の数は世界で60万人以上とかなりの数ですが、今ではヨモギ成分アルテミシニンを採用した様々な薬が実用化されて、マラリアによる被害を大幅に減少させているわけでございます。そしてそんなマラリア治療薬アルテミシニンに新たな工夫を加えると、がん細胞にも効いちゃってすごいのよと、先ほどの研究で佐々木先生が語られていたわけでございます。なので今回紹介した人参、キャベツ、大豆、ニンニクなんかで自分の免疫力を高めつつ、将来の医療にも期待して人生100年時代を謳歌いたしましょうと、そういうわけでございます。
あとよもぎがいいのねと、スーパーでよもぎ餅を買ってきて毎日たらふく食べればカロリーがもはやオーバーキル、その結果肝細胞にとって嬉しい状態になるかもしれませんし、肝リスクを大幅に上げる原因は肥満だよと、こういった複数の研究で発表されておりますので、正しいダイエット知識を身につけるのはめちゃめちゃ大事。そこでなんと偶然にも現在4万人以上が登録している永瀬のオンダラ公式 LINE にて、腸内環境でカロリーの吸収率が 20% も変わることを解説した電子書籍、さらに代謝を上げて自動で消費カロリーを稼ぎダイエット版ファイヤーを達成する方法を解説した電子書籍、何をしても体脂肪が落ちず典型的な万年ダイエッターだった私の癖の講座生たちが、半年で体重マイナス10キロ、体脂肪率マイナス 10% を達成できた一般的なダイエット法よりも2倍の速さで痩せる方法を解説した限定動画、さらには数あるプチ断食を難易度順にランキング形式で8個解説した限定動画、さらに現在1780円で販売している私の癖が朝から晩まで実践していることを全部まとめた電子書籍、理論上最強になる方法も期間限定ですが、公式 LINE を登録してくれた方に無料配布中でございます。プレゼントの受け取りはこの動画下の概要欄の動画のタイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の URL をタップ、公式 LINE を友達追加するとすぐに受け取れますし、すでにご登録いただいている方はプレゼントとメッセージをいただくと再送信させていただきます。配信は期間限定ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画下の概要欄にて LINE 登録していただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。